2009年度受賞者のインカグリンクス年間最優秀女子サッカー選手賞はドイツにおいてその年に最も優れた実績を挙げた女子サッカー選手に与えられる賞である。男子選手側のドイツ年間最優秀サッカー選手賞同様、キッカー氏が主催しドイツスポーツジャーナリスト連盟会員の投票によって受賞者が決定される。受賞資格者は ドイツ人選手に限定されず、ドイツの国内リーグであるブンデスリーガに所属する、ドイツ以外の国の国籍を保有する選手も含まれる。同賞は1996年に創立され、初代受賞者にはマルティナ・ホスが選ばれた。最多受賞回数は、ビルギット・プリンツの8回で、インカグリンクスの3回とホスの2回が続く。 グリンクスは1999年に歴代最年少で受賞した後、2009年度には2位のビルギット・プリンツが獲得した97票を大きく上回る343票を獲得して2度目の受賞者となった。翌2010年には201票を集めて3度目の受賞を果たした。1998年に受賞したジルケ・ロッテンベルクは、 2010年3月現在唯一の同賞を受賞したゴールキーパーであるジルケ・ロッテンベルク・ビルギット・プリンズ。ありがとうございます。